はい、皆さんこんにちは、アキでございます。東白山で三国志術戦やっていきましょう。さあ、もうなんか戦の明け暮れてます。どうなんだろうこれ。報告します。はい、あ、私2番だね。今回副将誰がいるんだろうね、私のね。はい、国屋館に賊が発生しましたと。どこそれ。ああ、うちの領土じゃない。あ、これ曹操さん攻めに行くところがここと戦争になっちゃうね。まあこれでもいいかな。士気上げるためには持ってこいかもわからないね。はいと。この士がひねり潰してくれるわ。この人言うと似合うね。お、東白に精霊の、指揮を任せたいのとかいいでしょう。直ちに出陣します。いや、東白ちゃん可愛いな、本当に困っちゃうぐらい可愛いな。あ、この人ね。いや、こっちに来るのは間違いでしょう。我々は迎え撃ちましょう。ここでね、我々は迎え撃ちましょうね。ここで迎え撃ちましょう。お任せあれ。はい、敵さん出てくるでしょ、まず。ああ、お前ら一気に片付けんぞ。どういく皆さん。これぞ老練の戦術というものじゃ。北行くなら私も月。あ、北向かうね。北向かいましょう。かしこまった。ちょっと、お、いい感じだね。これはいい感じじゃないですか。ちょうど攻撃ならないわ。なんでこっち来んの。なんでこっち来んだろうね。よし、ここで、あ、まだだね。私使えないね、まだね。威風采配を使いましょう。おい、おい、どうぞと。これ私が攻撃受けてるのかな。あ、受けてない。今誰が攻撃受けてんだろう。精霊さんケツ叩いた方がいいのかな。あら、女優さん、女優さん、あららら、女優さん大丈夫かい。女優さんよくないな。あー、でも行っちゃおう行っちゃおう。もうここで押してもんじゃおうもんじゃおう。私はよし。あららら、爆薬いった。あ、大親友だね。うわ、やっぱ長領さん違うね。お、一騎打ち見ましょうか。命が惜しけりゃそこをどけ。どれ、稽古をつけてやろう。すごいすごい楽勝ですね。いいね、ジュエイさんのキャラクターね、この声の。なんか断るときもね、申し訳なさそうな断りますもんね。すまるのーとか言いますもんね、このキャラクターの声は。これが年季の違いというものよ。あ、甲冑さんもこの人の声かな。一騎打ちにジュエイが、うん、属将に勝利しました。これは押せるね。ちょうどこれを陣を取って。で、あ、もう成功栄さんがいるね。で、これを落としてと。で、裏から回ってと。このまま、あ、行っちゃうね。で、回れる人は裏から回っちゃいましょう。私、勝者持ってんだね。これぞ、老練の戦術というものじゃ。はいはい。これ曹操軍落とせるのかな、心配なんだけどね。私もうちょいお尻を打ってる方がいいかな。行きましょう。で、うちの、あ、はいはい、セレンさんのこっち来てくださいと。
で、私はこっちのケツを、あ、勝者じゃない、こっちのケツを行きましょう。逃がさないようにね、蓋しときましょう。あ、もう決まったね、これね。先行隊長上映か、よい戦いぶりだったぞ。これからもわしに尽くせとわしに尽くせああ上映さんなんだね。3番目いきましたね。はいはい、これで、ああ、こういう状態になったね。なったけど、これ勝てるかい。はい、コージさん次誰？あ、正義さんと意見だね。正義さんと、じゃあちぎっちゃいましょうか。ああ、取り合いか。あ、やっぱ中止になったね、取り合いで。もうコージさん空きがないんだね、おそらく。はい、とこれ勝てる気がしないんだけど。ああ、いけるのかな。はい、と、うわ、強そうなのがいる。あ、今度聖光栄さんね。うわー、そうそうたるメンツがいるね、これ。勝てるかな。私はアモタちゃんと、あー、定銀さんか。そうだね、まずこうなったら北を落としましょう。あー、みんなバラバラでいくね。どういう感じでいくでしょうかね。あー、迅速人戦術どうくる。これぞ老練の戦術というものじゃ。あー、あ、こっちの方が先の方がいいね。指揮落とすのが、指揮を先落としましょう。そいじゃいましょう。普通じゃ勝てない気がするから。え、カクさんはうちにいますよね。あ、そうだね、うちだね、カクさんね。うわ、カコートさんガンガン来てる。よし、落とした。で、もう一回打ちましょうか。よし、じゃカコートさん後ろから強撃しちゃいましょう。まだ強撃にはなんないか。お、競技が入ったね。で、みんな集まってこないかな。集まってこないね、みんな。今こそ勝機だ。俺に続け。助けてほしいんですけど。助けてほしいんですけど。お、どっか行ったね。イフサイハ使っちゃおう。どこ向かってる？あ、本陣向かっちゃったか。ここは耐え抜くのだ。ちょっと大丈夫かな、これ。本陣向かってるよ。なんとかしたいんだけど。我々でなんとかなるかな。あ、ちょっと待って、これ使ったらいいんじゃない。所持金5100、あ、600。あー、いいんじゃない。はい、早く早く早く持っていかないと。で、これ使っちゃいましょう。お、いやいやいや、これをね、捕まえれるかな、捕まえきれるかな。あー、ちょっと、あー、カコトさん足早いから無理だね。お、まさか聞く、あ、聞かなかった。聖光さん止めててね、私が向かうから。ここは落とせるね。曹操さん捕まえるの無理だろうから、お、もう曹操さん落としたね。お、あ、鍵さんが捕獲か。
いや、挟んじゃおう。転身、転身何？強化？儀兵攻撃防御上がって軌道、あ、兵力下がるんだよ。それダメだ。おお、さすがにこの二人に挟まれて厳しいな。こっちに攻撃切り替えましょう。おお、加工園さんと長州さんが一騎打ち開始か。見なくていいか。どうなった？加工園が長州に勝利し、おお、捕獲されちゃった。うわ、やばい、やばいね。一気にガタ落ちになってきた。何がそんなにまずかったのこれ。あ、なんとか。あー、でもとっ捕まえれなかったね。いやー、何、長州さん捕まっただけであんなに減ったで。総大将うちのあれだね、おじいちゃんだよね。あれ、何だったんだろう。この分で曹操軍落とせる。もう明らかに士気下がってんだけどね。このまま陳留を落として、陳留を落とせるかもわかんないね。はい、ジョイさんと正義さんが、あとこれちょっと、まあまあ勝てるとは花から思ってなかったんですが、麻生健さんいっちゃいましょう。花から勝てるとは思ってないんですが、はい、攻撃開始しましたよ。はい、木宝生さんフラフラだからね。さあ、やるか。はい、副案があるのだが。ああ、こっちで集中ね。私裏を書きましょう。はい、当中英に逆らう罪、副案があ、また成功栄さんか。まいったな、成功栄さんちょっとね、もうまかかんだね。裏書きましょう。お任せあれ。裏書いていきましょう。この一撃で流れを変えん。もう向こうこういう状態だもんね。これはうちも式上げないと、なんとかしてね。長領さんの、そうだ、長領さんのあの、あれがすごくいいかね。うわ、3とかしか当たっていないね。どういくかな。こっち来るの。いやいやいや、いや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 、こっち来るの。はい、義賊勢が、屯留の制圧を開始しました。こっち来るの嬉しいけど、いや、ダメだろ、そっち来たら。これでも食らえ。さあ、引き上げてもらいましょうか。はい、引き上げましょう。威風采配でな。はい、どうぞ。あ、みんな呼んでからの方が良かったかな。これダメな気がするな。いや、舞台来てくれるの嬉しいんだけど。お任せあれ。あ、いい感じで入りましたね。さあ、どういくでしょうか。これ成功栄さんに多分矢が全部いっちゃう気がしますね。ああ、やっぱそれ神経使うよね。使うよね。うわ、もう賀来さんやられそうだ。賀来さんなんか使ってくれてっけどね。あ、そっか、勝者使ってんのか。皆の者、力を示せ。いやー、長領さんいいね、本当に。全然私の采配が上がんない、上がんないね。今こそ勝機だ、俺に続け。いやー、これはいい勝負だ。さあ、入りましょう。曹操さん、曹操さん倒しましょう。あっちももう士気下がりまくってっから。どうなりますかこれ。逃げられちゃったね。で、私がここで勝者使いましょうか。進みなさい。
出た。まあ曹操さんもうフラフラだから、聖光院さん思ったより弱いね。なんでこんなに弱かったんだろう。ああまたおっかないのがここにいるわ。神灸使われたらまずいよね。神灸使わないこと祈りたいんだけど。お式上がったね、ちょっとだけだけど。お待機中になってる。行きましょう。敵を持て、敵などなぎ払ってくれようぞ。あー援軍来たね。お、これで下がる式が敵のね。さあ私はどっち向かう。私は加工員さんにつけちゃおっか。おお敵機戦術、敵機戦術。さあ囲んじゃいましょう。うわーそれ使おうか。まあいいけどね。やっつけれる、やっつけれんのかい。こっちも士気低いけど。あダメダメダメ、生かしちゃダメ、生かし、あもう無理か、無理ですね。うん学校にさ回避しちゃうもんね。もう成功率はボロボロだね。あ長陽さんが負傷しましたと。いやもうかなりフラフラだねみんな。もう聖光栄さん、あなたこ、あなたこれ多分叩いておいてください。ああ関外さんと上栄さんが一騎打ちを、はいどうぞ、見ませんけど。ああもう全然ダメだわ、捕まった上で。ああダメだねこれ、もう動けない。これはかなりまずいね。あとは長領さん次第だね。え、なに？おお、おお、そんなことなってたのか。で、私使っちゃおう。威風采配ね。どっちが早いかな。いや、何でもこの大変なの。あ、やっと倒した。やっと加工園さん倒したわ。あ、総大将だったんだね。ああ、よかった。賃料を落とせたね。負けども倒れる。あ、長介さんだ。もう、この人の顔見たらね、怒り屋の長介さんを思い出しちゃうんですけど、私は。あ、なんとか戻った。ああ、危ないな、これ。本当危ないね。お、はいはいはい。あ、なんで帰んの？コンピューターの考えることがよくわからない。なんで帰るんだろう。ああ、賃料落とした。これは大きい。私ランガイ？7位なの？はい。ああ、なんとかなりましたね。はい、ソソラ11人が到達時に、お、ソソさん捕まったの？え、逃がした？逃がしたんだね。逃がしたんだね。捕獲、ああ、到達ソソ解放出てますね。あ、モーターちゃんとの親近感上がりましたね。ああ、というわけで、ちょっと長引きましたけど、なんとか賃料、これ大きいですね、賃料落としたのは。それじゃあこの辺で終わっておきましょうか。東博さんで、三国志13終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。